新しいターフをゲットしたぜ。てててー、今日はですね、ここ白浜椿からバーベキューでございます。ということでね、今から肉を焼いていきたいと思います。肉、これね、これとあとスイートコーン、肉ぬぬぬぬぬ、焼けてきました。おっと、焼けてきた、切り終わり。お、油ですね。じゃあビールを乾杯。いや、普通のビールが飲めるっていうこの嬉しさですよ。普通のビールがうまい。普通のビールうまい。この麦感が違う、ホップ感が違う。このお肉ちゃんみたいな、これお肉もこのタレにつけてコーティングをして、うん、うまい。この肉うまいわ。さあ、このお肉ちゃんたちも焼いていきましょう。その前なんかソーセージを2本焼こうと思ったら3本焼けと言われたという。欲張りさんがおると大変やわ。プランが来るって大変。出来上がったよこれ。ほら、このちょっとレア感のやつを食べていきましょう。さあ、ここにドボンです。ドボーン。うん、柔らかい。ウインナーが送ってるんじゃん。こうしよう予定で。できてきたぜー、ソーセージが。これは例の油好きの人に食べてもらおう。熱々の状態で今すぐ食べて。焼けって言ったからには今すぐ食べて。今すぐ食べて。いただきます。早く食え。あっくい。うん、おいしい。美味しいですか。美味しい。な、外パリパリ、中ジューシーやで。ほんま、すごい。これウインナーいい味してる。うまい。一番おいしいかも。そう言われたからには食べないと。私もいただいていきましょう。ゴー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 。うん、うまい。どうどうどう。おいしい。あっこ、ホクホク、パイパーホクホクグーフ。うまい。さあ、こんだけ急いで食うものではない。一本いくの。おお、ほうほうほう。ああ、ああ、肉うまい。海ですね。あ、ここにアワビがいっぱいおるんやね。ほんまやったらアワビとかサザエとかそんなんいっぱいね、この壮大な海で取って食おうと思うんですが、漁業権があるからそういう悪いことはできへん。泳がれへんだけやん。え、泳がれへんだけやん。そんなことないよ。今日の見てみ、浮き輪にしか浮いてなかったよ。あれ、誰や、そんなやつ。流されるー。流されるー。誰よ、そんなやつ。知らんで。そんなやつおれへんわ。ちょっと助けてー。あー、運動の後のビールは最高。いや浮き輪に浮いてただけやん。バターを投入で隠し味。出来上がりー。コーン、バターコーンでございます。うん、醤油が効いてる。バター醤油コーン、おいしい。うん、うまっ。いいね、バーベキュー。はい、最後の締めに焼きそばを作りたいと思います。焼きそばなんか久々。さあ、この何でも多いこの豚バラ肉を大量に入れてみましょう。ちょっと待ち。その間何してくれるの。その間はですね、この下に落ちたコーンにどれだけのアリがおるかということを。アリも食事中です。これじゃ食べる。タンパク質アリって甘いんやろ。どの情報、どっか仕入れた情報。なんかさ、いつもアリにとって甘いみたいに言ってるから甘そうに。アリタモヤ。あ、やばい。こんにちは、焼きそばの兄ちゃん。お、今作っとるからな。ジュージュー言うとるやろ。ジュージュー、いやいや、うん、これな、肉な、さっきいっぱいあったんやけどな、作ってる途中にどんどんな、味見とか言ってつまみ食いしもうてな、ちょっと肉ないんや。やばない、それ。だいぶ減ってもうたな。あの、もやしもな、味見とか言ってジュッジュッジュッジュ食ってな、だいぶ減ってもうたんや。
もうちょっと待っとけ、打ったのかな。また行きよんちゃうんか、それ。あ、うまいな、麺入れたら。これな、麺の先にな、こうこうやってほぐすとんねん、ほぐすと、こうやってこうやってこうやってほぐすとんねん。こうやって手はな、洗ってないからな。汚いもー、こうやって。うわちょっとベタベタするな、これ。気持ち悪い、その手。こうやってな。うわぁ、ちょっと待とう。水で洗いたい。え、焼きそばを水で洗うと。水をかけねん、これ。水をこうやってな。お茶やけどな、アルミホイルをかけると、それでな、多分できるんや。じゃじゃん、じゃじゃじゃん。これはうまいぞ。食べるか。今は食べられ、味付けしてや。ああ、味付け欲しい、こうか。いや、そういうやつはな、ただのもんは全部な欲しいよって。ソースは20円アップや。味見や。おっ、言っとるじゃない。このうち秘伝のな、このソースや。な、日清でな、特製で作らせたな、ソースや。これをな、よし、このちょっと粉盛りで食うか。いやいや、うん、混ぜてほしいんか。そうやろ、ただのもんは全部混ぜろ言うんやな。愛情込めて混ぜて。どれを見たいんやろ。うまいぞ、俺の焼きそばは。なんでキャベツないんや。キャベツなかった。あったんやけど、切るんだろ言うたんや、俺のアシスタントが。うん、キャベツ入れた言うたけど、切るめんどくさいからもやしだけにしとけ言うたんや、アシスタントが。まあ、そんな裏方の話は置いとこ。出来上がりや。じゃあな、麺だけ入れたろ。なんで麺だけやねん。いるんか、肉。うん、いや、結構美味しそうじゃな、ほんまに。美味しそう。そら日清さんのソースは美味しいよ。おい、俺がうまい言え。もう麺ばっかりやん。ここに肉いっぱい見えてんのに。肉入れてよ。うるさいしてやな、ほんま。こういったもん。よっしゃ。そんなにいっぱい持って食べるの。俺のかつお節欲しいんか。欲しい。カツオみたいな顔しよったな、ほんま。どういう意味それ。うちはな、サービスええからな。また行さん入れ、なんか全然この逆やん。なになになに、逆やん。いや、アホやろ。青のりが好き。こっちもうちょっとかけてよ、全然かかってない。何や、もう文句くったいいよって。もはい、ストップ。何それ、富士山。富士森、どうぞ。はい、いただきます、焼きそば。うん、うまい。うまいか。うまい。いただきます。うん、美味しい。美味しい。あの、麺がちゃんともちちりしてる。蒸してくれただけあるな。うまいっす。てか、だいぶ焼けた。あの、これ多分ビデオで見ても分かるぐらい、あの、昼間の真っ白人間からなんか焼けたと思うよ。だって色が違うもん、なんか。そう、うん、大丈夫か。うん、うん、ちょっとビール。焼きそばってこんなに美味しかったっけ。いや、美味しい。もう待ちに待った、待ちに待った焼きそば。寝てる時夢に出てきててんけど、肉なくない。うん、麺しかないねんけど。おかしいな、なんで。麺とカツオって感じ。肉できる前に半分ぐらい俺食べた。美味しいわ。美味しい。やっと普通盛りぐらいの感じ。肉もらう。そうか、ウインナー切って入れてもよかった。いいんかよ、一緒に入れてって。な、忘れとった。もう、こんなに肉が減ると思わへんかったよ。あんなに肉こうて。おかしいな。肉半分もなかったよ。焼いてる特権、食べたいものを先に食べれる。な、歯がね、緑だよ。うん、なんか念願の焼きそばやな。やっぱあれ、初めてそれ使ったな。うん、何やったんそれ。え、何、あんだけお腹いっぱい言うてたのに、そんな風にして食べてるってすごない。ちょっと残ってるからさ。いやこれを先入れたろかな。酒が必死に何やってんのかなって。ちょっとカッカリしとって美味しい、ね、焦げてな。うん、美味しい。ここいいね。それを一生懸命かき集めてたんや。うん、何をやってんのか。いや、これとこのビールが合うね。どんま食べてみる。ちょっとな。くれんの。うん、テクニックがいるから。必死やねん。めっちゃうまいね。食べて。うん、パリパリ言う。
ね、ここ美味しくない、これ美味しい。ご飯でいうおこげみたいなやつ。うんうんうん、おー、美味しい。ペロッと剥がれへんの、これなんか剥がしたいの。そんなに、そんなに一生懸命せんと取れへんの。こうやってチビチビ食うのがいいんですよ。うん、蜂が来た。ごちそうさまでした。本日のバーベキュー大量食いしました。